アルベルト・フォン・ケリカー、ケリカーの手の X 線写真、ルドルフ・アルベルト・フォン・ケリカーは、スイスの解剖学者、生理学者。19世紀半ばから後半にかけての最も重要な、動物学者、生理学者の一人である。チューリッヒに生まれた。チューリッヒ大学に入学した後、ボン大学を経て、ベルリン大学で、ヨハネス・ペーター・ミューラーやヤーコップ・ヘンレに学んだ。 1841年にチュリッヒ大学で生理学の学位を、1842年にハイデルベルク大学で医学の学位を得た。ヘンレのもとで解剖学の術師を務めた後、1844年にチュリッヒ大学の生理学と比較解剖学の院外教授、1847年にビュルツブルグ大学の教授となり、その後は修正ビュルツブルグで研究した。 企画解剖学の教育を行う一方、多くの論文を書き、クラゲなどの海洋生物の研究は注目名された。カール・テオドール・フォン・シーボルトと共に、地中海やスコットランド沿岸の調査旅行を行い、1848年に創刊された学術主催とシュリフト・フュア・ビソン・シャフトレ・カズラジーの編集を行い、有力な専門雑誌の地位を築いた。 ケリカーの研究は無脊椎動物に関する研究から始まり、頭足類の発生に関する1844年の論文は古典的な論文になった。両生類と哺乳類の肺の研究が続き、顕微鏡を使った研究を推進し、19世紀半ばから後半にかけての発生学の進歩をもたらした。1861年に出版されたケリカーの 発生学の講義は標準的な理論となった。組織学の分野でも筋肉の組織に関する研究や神経系に関する研究などに多くの業績を挙げた。1860年にイギリスの王立協会の会員になるなど多くの国で学会の会員に選ばれ、1897年にコプリメダルを受賞した。コルは植物の学名で命名者を示す場合に、 アルベルト・フォン・ケリカーを示すのに使われる。ありがとうございます。